きなりひでチャンネル都大某所いきなりひでチャンネルとしてはですね、もう本当最高最大のねゲストをお招きしました。もうお顔見てお分かりの通り、江本さんです。エモヤンでございます。どうもよろしくお願いします。いやもう、結構なあの過分なご紹介いただきました。何をおっしゃいますか。もうね経歴を拝見したらね、もう本当四方八方まあ大活躍でね。いやいや、とんでもないです、あの現役の時もそれは確かにすごかったですけど、辞めてなおかつ飛躍したっていう人はあんまりないですからね、野球界で。飛躍というよりもね、飛躍っていうか跳躍っていうか、僕はボウフラだって言われてます。浮き沈み浮いたり沈んだりしながら。ボウフラも蚊になるまでの浮き沈みって今の人わかんないよね。あれわかんないですね。蚊見たことないの。僕も最近見ないですけど、うん、それね、あの、なんか、あれ、ドドイツかなんかそういう、系統の。うん、そうですね。あれね、勝新太郎さんね、僕。ああ。あの、野球やめてからね。お前、棒フラだって言われて。それで、あの、人のね、うん、血を吸うほどではないと。だから、浮いたり沈んだりしながら、生きていきながら、でも、人の血を吸うほど偉くはないな、お前。あの、座頭の一さんがそういう表現を江本さんに対してしたんですか。ほんでね、ということは、お前、色紙書いてあるっつってね。はい、はい。それで、なんか、あの、そこの中井さんに、紅と、あの、筆持ってこいと。言ってね、色紙にね、何て書いたの？ボウフラが人を刺すような蚊になるまでは、泥水のみのみ浮き沈みって書いてある。ああ。あのことが分かんなかったんですよ。その点は大体僕らほら、スポーツ系は苦手だから。で、それで、勝さんには何も言わないんですよ。で、こうじーっと見ながらね。で、あれはね、ちょうどね、あの、すいません、こんな話でいいですか？いいですよ。あの、すごくいい。あるところから、別荘からお帰りになった時に、皆さんで、はいはいはい、お祝いをしたんですよ。仲間内で。で、僕もなぜか呼ばれて、たまたま知り合いがいて。で、じーっとこうみんなで宴会やって、で、カスさんが、いや、俺の入ってた部屋はね、別荘はね、田中角栄、大物揃いだった。大物がいたんで、これは由緒あるっつってね、毎日俺は拭き掃除してた。部屋をきれいにする。って言いながら、そんな話を言いながら、僕は隅の方で、はぁはぁ、聞いてたんですよ。いや、隅の方ということはないでしょうか。いや、そしたらね、僕のじーっと見ながらね、最初からずーっと見てんですよ。ほんで、突然、おい、江本、つってね、いきなり言われて。はい、つったら。おめえは、なんか変わってねえな、とか。いや、何が変わってないのか分かんないですけど、うん、多分、何を言いたかったかって言ったら、周りの人の見る目がち、こう、お帰りになったばかりなんで、多少、あれじゃないですか、あの、空気感が。で僕は別にあの人があっちに入ってようとどっちに入ってようと、で、そういうこと行く前と、まあ、その場でいりゃいいやと思って、こうじっといたらね、なんかそういうことを言って、いきなり色紙書いてあるから。それはですか、その時に初めて、勝新太郎さんと。前からちょっと。知り合いは知り合いだった。僕ちょっと昔対談番組とか持ってて。対談。いろいろやってますからね。いろんなことやってますよ、もう。本当多芸ですね。多芸じゃなくてね、いろんなことやった原因が日本放送にあるんですよ。そうなんですか？ギャラが安いから。野球一番、最初に辞めた時に、深澤博さんが。そうなんですちょっと来いっつってね。深澤さんがね。で、ちょっと安いけど、まあやれと。だからその代わり、生活で稼げる金は外で稼げる。で、深澤博さんに言われました。それで、なんか金になりそうなことは何でもやった。それがいろんなことをやった話になってるんですけど。いや、なんかうちのスタッフが、資料をね、江本さんのやつをこう集めてくれて、ささめ雪っていう映画出てるんですよね。あれ、吉永小百合さんとこう、共演してて、いいね、ショットの写真が出てきました。いや、僕、送っていただいてね、見たんですけどね。いや、横顔なかなか男前だなと思って、びっくりしましたよ。いや、当時言うまでもなく、普段はそう思ったことないです。あれ、いくつぐらいの時ですか？ね、35、6、7。男盛りだ。7、8ぐらいですよね。遊びほけてる頃、野球をやめて。いや、やめてすぐ。はい。
で日本放送で解説をやらせてもらってすぐですから、4年から。それでね、ちょうどね、その前後ちょっと覚えてないんですけど、東京会館があったでしょ。はいはいはい、で、あそこで、ね。今でもありますよ、東京会館。あ、もうありますよね。ほんで、市川崑ってね、映画監督がね、お前に会いたいって言ってるんですよ。どっかから来たんですよ。ああ、なるほど。そんなに興味ないですから、僕、映画とか。で、近くでどんなで、なんか歯の間にタバコ挟んでね、ぷかぷかすごい親父だっていうのを聞いてたんで、まあ、そのいつもの調子で。そんなショットでいいんだよと、そんな調子で、その、いろんなことやれですから、なんか仕事の話かなと思って行ったら、いきなり、その東京会館、忘れもしないですけど、いきなり僕に、君は谷崎潤一郎知ってるって言われて、誰ですかその話。いいな、いいな。全然わかんないですよ、その頃。で、いやー、ちょっと知らないですけど、って言ったら、知らないのかって言われて。おかしい、それすごく。で、いや、日本の文豪と言われてね、大変な人だって言われて初めて、ああ、そうだと思って、そしたら、ささみゆきって知ってるかって言うんですよ。何ですかそれって言って、ささあめなら知ってるけど、ささみゆきは、ちょっと知らないですね、って言ったら、いや、まだ説明してくれたんですよ。こう、こう、こうで。で、実は、俺がその今度映画をね、頼んで、君、ちょっと出ろって言われたんですよ。いや、もう私結構ですって、そのね、いや、もうそんなの、とても、役者じゃないし。吉永さゆりさんは、もちろん知ってましたよね。はい、ねファンでしたか？いや、そう、もう子供の時、だって、中学生の時はもう、さゆりストはさゆりストの毛がちょっとあったわけ。さゆりストのバチバチのさゆりストですもん。はいはいはい。教科書、学校退屈じゃないですか。そうするともう、プロマイドをこう見ながら、退屈しのぎするみたいな。これはもう図星で、吉永さゆりさんはもう大好き。まあ、そんな、まあ、今回の、もう長嶋茂雄、吉永さゆり。はいはい。もうこの辺になると、もうこの上のね、私と一緒ですよ。ファンということで言えばね。そうでしょう。あの時代みんな、だからそういう感覚じゃないですか。そうです、そうです。何やるにしても。そう。で、断ったんですよ。でもその時に。あ、その時に。僕そんな無理です。まあ畑違いですからね、一応ね。とっても映画なんでね。で、ちなみにどなたが出るんですかって、配役を聞いたんです。聞いたら。君はね、吉永小百合の結婚相手だ。すいません、出ますけど。なるほど。なるほど。なるほど。で、出ますって言った時に、僕は市川さんに、監督すいませんけど、私素人なんで、セリフはなしにしてもらえませんかって言ったんですよ。一つだけお願いしますけど。セリフはね、その前にちょっとやめてすぐドラマやったりなんかしてね、そのセリフ覚えの仕事さを分かってるわけですよ。で、これまた言い当たり、そんな文豪のね、なんかすごいのでね、とんでもないセリフ言わされたら叶わんなと思って、それで、セリフをなしにしてもらえませんかって言ったらね、どれぐらいあるんですかと、いや、それは結構あるよ。まあ、こんな、本の。すごい役だったんですね、そういう、吉永小百合さんのね。そう知らないですから、とにかく、そんなことを。だから僕はその、言ったら違うんで。普通はね、セリフは断りませんけどね、もっと増やしてくれって普通ですけど。市川さんがこうやって、って考えたら、こう、挟んで、って言って、途中で、ね。大監督が。それ行こうって言われたんですよ。いや、それ行こうって言われたんですよ。いいよ、それで。なしに行こうって言って。もうそれでホッとしたわけです。本当にね。これでもあとは吉永さんに会って、敷地にサインしてもらって帰ってこようと。と言ったところ。それで本当に行ったんですよ。撮影現場に。どっか山の中だったんですけどね。で、どうでした？それで色紙持って、朝早く着いたんで、吉永さん挨拶行って、すいません、ここで。さーっと書いてもらって、僕の宝物なんですよ。今でも持ってます。今持ってます。だからその宝、吉永さんの宝物と、その後、勝新太郎さんが、ボウフラの。ボウフラと。この二つが僕の、唯一サインしてもらった。素晴らしい、素晴らしい。私も吉永小百合さんは一度ラジオにご出演、岡田裕介さんに頼んでね。で、無理やり東映の本社で撮らせていただいたんですけど、上がっちゃってダメだった。そうでしょ全然。もうね、もの言えなかった。それでね、映画のシーンで、肩に手を置くシーンがあるんですよ。あ、いいね。震えましたね。肩に手を置くやん。本当に。
であの見送るシーンだったんですよ。あんまちょっとよく覚えてないですけど、なんせこうセリフがないですから。それごときでもマウンドと全然違うじゃない。いやいや、それはマウンドはもう全然マウンドは強気一方で、はい、うん、それ以外のものはやっぱり嫌だったんですよ。実はいろんなことやったんですけどね、みんな半分以上嫌でしたね。そうか、全て。はい、実はやっぱり芯は野球ですか。まあ、野球もね、やったら何なんでしょうね。結局野球のもう本筋から僕ら外れてるでしょ。そうなんですか。これだけ優秀な解説者とかありながら。何度も誘われないっていう。解説ところで。41年目なんですよ。41年はい。はぁ、ね。昨日初めて41年ぶりに。41年。ぶりじゃないですね。41年。解説やって、富士サンケイグループで。なんかくれましたか？昨日はヤクルトスワローズの優勝パーティーに初めて呼ばれました。初めて？初めて、41年間で。それまで一度も。一度もヤクルトお呼びなし。なかったです。どうしちゃったんでしょうか？いや、これ日本放送が悪いんですよ。うちの解説者だって言って、もうちょっと宣伝してくれればね。いや、それヤクルトのやつはあいつは阪神。すこぶる意外ですね。ええ、時々チクチクやるじゃないですか、ヤクルトのこと。だから嫌なんでしょうね、僕なんか。だから長い。阪神のイメージが強すぎるんですかね。でも阪神からも嫌われてるんですよ。なんか例の一件で、中西さんとのね、はい、江本さんを全国区にしたね、はい、あの言葉で、ええ、関西の方は結構冷たかったよね。あの時ね。そうですね。私もなんか、はい、関西の放送局の人とは多少付き合いがありましたからね。もうボロクソに言われてました。そうでしょ。ええー。だから、それまではべったりだったんですよ。あの事件があったその次の日から。いや、だけど、はい、災い転じて福となすじゃないけど、うん、あんな大福になるとはね、もうあれがあったからこそ、江本さんの、ね、現役、後のね、お辞めになってからの人生をわーっと開けたじゃないですか。あれがなければ国会議員もないし、ね、そこからなんかね、すごい賞をもらったりすることもないし、はい、ね、さっき出た吉永小百合さんがとんでもないですよ、そんな。でも、ね、これルーツがあってね、僕はなぜそうなったかっていうルーツはですね、アホ事件もずっとルーツがあるわけです。あ、そうですか、うん、それは人間がね、やっぱひねるきっかけってあるわけですよ。